皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回は私個人的に10月中に済ませておきたかった庭作業を3つまとめてみました。1つはクリスマスローズの植え替えで、もう1つがヒューケラの株分けで、もう1つがハボタンの植え替えです。まずクリスマスローズなんですが、私のガーデンに花壇に植えてあるものと鉢植えのものがありまして、で今回は鉢植えの方のクリスマスローズを一回り大きなスリット鉢に植え替えています。でヒューケラの株分けなんですが、株分け自体はですね10月頭にもう終わっているので、その時の様子のご紹介とおよそ20日経った現在どうなっているかのご報告をさせていただきます。そしてハボタンなんですが、夏越しをしてくれたハボタンがあるので、その植え替えを行っています。よろしければ最後までご覧ください。ではどうぞ。まずはクリスマスローズの植え替えから。このクリスマスローズはガーデンの花壇に植えてあるクリスマスローズ、中から新芽が出てきているようです。花が咲くとこんな感じの花が咲いてくれます。割とシンプルな花姿ですね。昨年移植したものなので、特にいじらずにしばらくここで様子を見ていきます。今回植え替えるのはこちらのクリスマスローズ。ちょっと水切れなのでしなっとしちゃってますけれども、このタイミングで植え替えを行います。クリスマスローズの植え替えの適期は春か秋。この株は昨年購入してこの鉢に植え付けたんですが、まあ、1年経ったところで植え替えを行っていきます。ではまずはこの鉢からこちらのクリスマスローズの株を取り出していきましょう。この植え替えに関しては株の大きさですとか根の張り具合とか、まあ、成長に応じて植え替えを行っていけばいいと思うんですが、私のこのクリスマスローズ、土がちょっと痩せてる感じがしたので植え付けて1年ではありますが植え替えを行うことにしました。やっぱり土の表面が最も劣化しやすいので、土の表面を熊手を使って、まあ、1センチぐらいかき取りました。雑草も生えていたのでちょっと雑草も取り除いておきました。底の方の根っこもほぐしておきます。植え付けるときに鉢底石を結構入れてしまっていたので、底の方からあまり栄養が吸収できてなかったのかななんて思いました。こんな感じでほぐしておきます。クリスマスローズは多湿を嫌うということで、今回は一回り大きなスリット鉢を使います。私はネットを敷いちゃってるんですけど、このスリット鉢ネット敷かなくてもいいみたいです。後で知りました。土はクリスマスローズの土なるものを購入してみました。燻炭配合って書いてますね。この燻炭っていうのは排水性を高めて土が固く締まるのを防ぎ、根の呼吸を助けますと書いてあります。あとは環境性の化成肥料なども入っているようです。もうちゃんと配合できている土なんですけど、より排水性を高められるんじゃないかということで、鹿沼土の大粒をちょっと混ぜてみたくなってしまったので混ぜてみました。こんな感じで混ぜておきます。肥料入ってるって書いてあるんですけど、なんかもうちょっと入れてもいいんじゃないかと思って、環境性の化成肥料も混ぜたくなって混ぜてしまいました。こんな感じでオリジナルのブレンドを作って植え付け準備が整いました。先ほど取り出したクリスマスローズをこのスリット鉢に植え替えていきます。土を投入していきまして、まあ、中央の株元の芽が埋まってしまわないように注意しながら、さらにウォータースペースは2センチぐらいを意識しながら
植え付けを行っていきます。愛用の編み物用の棒で土をなじませていきまして仕上げていきます。たっぷりと水やりを行ってクリスマスローズの植え替え完了です。しばらく日陰で管理していきます。では続いてヒューケラの株分けを行っていきましょう。こちらは昨年この鉢にヒューケラとビオラの寄せ植えを作ったんですね。その名残です。ビオラはもうすでに枯れてしまっていて、ヒューケラはこの鉢のまま夏を越して今に至っています。まあ、だいぶ葉っぱの色もなんとなく良くないので、植え替えを兼ねて株分けを行っていきます。ではまずはヒューケラを取り出していきましょう。出てきましたが、まあ、それほど根っこが元気に張っているっていう感じではないですかね。株元の方を見てみますと、まあでも1、2、3、3つ、4つぐらいには分けられそうです。再び登場の編み物棒、これ本当便利ですね。株分けにも使えます。根っこを優しくほぐしながら分けていきます。この辺ですかね。よいしょ、はい、分かれました。あんまり根っこついてないですけどもね、引き続き株分け進めていきましょう。このヒューケラは結構強いので、多少根っこがついてれば多分根付いてくれると思います。だからというわけではないですが、多少強引めに分けております。さあ、こんな感じで分かれましたね。大きい株が一つと、まあこちらとこちらと、加えて全く根っこがついていないこのヒューケラもありますので、こちらは水差しで発根させます。では植え付けを行っていきましょう。土は今回通常の培養土を使っています。環境性の化成肥料入りの培養土。こんな根っこがほとんどついていないものも一応植え付けておきます。もう一株ちっちゃいのもあったので、こちらも植え付けを行っていきます。ヒューケラは茎の根元に成長点がありますので、その成長点を埋めないようにやや浅植えな感じで植え付けていくんですが、まあ、とはいえ根っこがほとんどついてないものもあるので浅植えにしようがないですから、まあ、そういったものはちょっと深めに植え付けておきました。今回株分けを行ったヒューケラはヒューケラ・ヴァン・ゴッホという品種になります。グリーンの、明るいグリーンの葉っぱにワインレッドの葉脈が浮かび上がってくるんですが、まあ、多分土があんまり良くなかったのか栄養がなかったのか葉っぱの色が悪くて、ちょっとワインレッドの葉脈も薄いので、この株分けを機にまた元気な姿を取り戻してくれるといいなと思います。仕上げに傷んでいる葉っぱを少し処理しまして、ひとまずこれでヒューケラの株分けは終了となりますが、全く根っこがついてなくてパキッと折れてしまったようなヒューケラに関しては、この器で水差しを行って発根を待ちます。およそ20日後の状態がこちらです。鉢に植え付けたヒューケラはまあなんとなく順調に来ているのかなという印象です。 1,2,3 ともう一株あるんですけども、もう一株はまた後ほど登場してきます。
そして水差しをしていたヒューケラですが、1週間ぐらいで発根が始まって、今このような状態です。根っこが出てきてくれているので、このタイミングで鉢上げを行っていきます。今回のように庭作業していく中でパキッと折れてしまった茎とか、そういったものがあったら水差しをしておくと見事に復活することも結構多いですね。根っこの状態もチェックしやすいですし、割とおすすめな手法ではありますけれども、水差しからこの土に環境が変わるっていうのは、もう植物にとってもガラッと環境が変わると思うので、ここでうまく根付いてくれるかどうかが問題ですね。水を切らさないように管理していきます。一株のヒューケラがこのように5株になりました。無事に成長してくれるといいですね。ではハボタンの植え替えを行っていきます。このハボタンは昨年冬に購入しまして、夏を越してくれて今に至っています。夏は越してくれたんですが、なんとなくこう疲れてるような、そんな印象がありますので、今回植え替えを行っていって元気になってもらって、踊りハボタンを仕立てていきたいと思っています。とはいえ踊りハボタンを作ったことがないので、手探りではありますが挑戦してみます。植え替えるのはこの鉢、ネットを敷いて地底石を入れまして土を入れていきます。今回使う土は寄せ植えや鉢植えなどに使っていた土を再生させた土になります。全然植え替えをしていなかったので、だいぶ土も疲れているなという印象です。では取り出していきましょう。よいしょ、出てきました。根っこが結構回ってて、裏を見ると綺麗に鉢底の形になってますね。少し表面の土を落として根鉢も崩していきます。では植え付けていきましょう。昨年の株を踊りハボタンにする場合には、もう少し早く植え替えを行わなければいけなかったみたいなんですけれども、ちょっとタイミングを逸してしまいまして、このタイミングになりました。なんとか10月中には植え替えようと思い、10月の終盤になってようやく植え替えをすることができました。仕上げに茎の整理をしていきます。この茎の中ほどから新芽が出てきてくれているので、この新芽よりも上の茎はカットしちゃいます。その他枯れ込んできている茎や細い茎などもカットしてしまいます。このような形でカットしていきました。では仕上げに活力剤入りの水をたっぷりとあげて植え替え完了です。この後は支柱などもうまく使いながら踊りハボタンに仕立てていきたいと思います。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。